カナダ航空博物館での JT15D 主翼上に JT15D を搭載する MHz レーニープラットホイットニーカナダ JT15D はプラットホイットニーカナダが製造している小型のターボファンエンジンである1971年に 2200LBF の水力で導入され一年の改良により最新版で 3000LBF 以上の水力を 達成した。JT15D は多様な小型ジェット機、特にビジネスジェットの主要な動力装置である。1970年代以来、6000台を超える JT15D が出荷され、3000万時間の稼働実績がある。JT15D シリーズが主要な高圧圧縮機として、延伸式圧縮機を使用していることは、近年では、 GE ホンダ HF120 のような事例があるものの、開発当時の新規開発のターボファンの中では、珍しかった。遠心式圧縮機は、初期のジェットエンジンでこそ、一般的な特徴であったが、多段化が困難で全面投影面積が大きくなりやすいため、急速に軸流式圧縮機に置き換えられていった。ターボファンエンジンにおいては、 ほとんどのジェット水力はエンジンを通り過ぎる冷たい空気によって発生し内部のジェットの部分は極めて小さいこの役割としては高圧の一段延伸式圧縮機には利点があるしかし多くの小型ターボファンエンジンが延伸式圧縮機を利用しない理由はそれが旧式のターボジェットエンジンの設計による開発であることにある JT15D では ファンは空気の70%をバイパスダクトに送り込み全体の水力の大部分を発生する。JT15D-4 以降のモデルではファンと同じ速度で回転する小さなブースター軸のステージがファンのすぐ後にあり残りの30%の空気の流れをエンジンのコアに導いている。この空気は遠心式圧縮のステージでさらに圧縮され 半流環状燃焼室で燃焼する。熱いガスは遠心圧縮機を駆動する高圧タービンに流れ込み、その次にファンとブースターを駆動する二つの低圧タービンに流れ込む。最初のモデルの JT15D-1 はファンジェット500としても知られるセスナサイテーション以の動力装置として導入され、メガヘルツ例にでも使用された。 1972年に出荷を開始し、最終的にマイナス1は1417台が出荷された。JT15D-4 は、水力を 2500LBF まで改善し、次の年に導入された。マイナス4は、セスナサイテーション2の主要なエンジンであり、三菱重工業ダイヤモンド 1A。 アエロスパシアルコルベット、アエルマッキー S-211 でも使用された。最終的にマイナス4のシリーズは2195台が出荷された。次の主力モデルは1983年に認定された JT15D-5 である。最初のモデルは 2900LBF を達成し、ビーチジェット400とセスナ T-47A で使用された。 いくつかのマイナーなモデルが導入され、マイナス 5A が、セスナサイテーション V に、マイナス 5B が T、T 1AJ ホークに、マイナス 5C が、ダサレンジャー2000と S、S 211A 及び S、S 211A の改良、発展系である、アレーニアア・エルマッキ M 345と、ステルス実験機のボーイングバードオブプレイで使用された。 より大きなアップグレードは1993年に認定された JT15D-5D である。推力を再び改善し 3045LBF を達成した。-5D はセスナ UC-35A とセスナサイテーションウルトラで使用された。最近オリジナルの -5 がビジョナルバンテージ向けに選定されたようであるが、 この航空機は生産に入ることはなかった。これはマイナス 5C またはマイナス 5D になる見込みである。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。